はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ユージャムがすごいソフトを出してくれました。前からそうですね、1年ぐらい前からもういつになったらピアノは出すんだというふうに言ってたんですけれども、もうこれはですね、待ちに待ったとっても便利なソフトになりました。ここでピアノのフレーズというのをこうやって選ぶんですけれども、まあそれはいろいろあるとして、そしてその中にユージャムならではの1オクターブ、ここのところにですね、またそれの中のバリエーションがある。左の方に行くとよりシンプルな音になって、ファーの音ぐらいから左手がとっても入ってきたような感じになったりして演奏ができるんですね。そして右側は実際はコードが分かっている人はコードを弾くんですけれども、僕ももちろん長いこと音楽をやってますので、例えばピアノのメロディーをアドリブで弾けとかいうことであれば、簡単なメロディーなら弾けるという感じです。でも上手な伴奏はできない、もう本当に初心者レベルと考えていただいたらいいんですけれども、それがですね、指一本で弾けるということなんですよね。ちょっとやってみますね。そしてこのミファソラシドがですね、ドレミファソラシドがダイアトニックになってまして、ミを弾けば E マイナー弾けるわけですよね。でそれはどこで設定しておくかというと、これは C もしくは A マイナーキーでやりますよみたいなのをここでやっておけばですね、それに最適なおかずやコードを入れてくれるということなんですね。何せ喋ってるより弾いてみますね。ここの滑稽のところで、いわゆるおかずですね、これが弾けるんですね。下のこの 1,2,3,4,5,6、 ここはブレイクですので、これは別としまして、この6個のキーでですね、フレーズを選んで、上はバリエーションおかずなんですね。でなおかつここでちょっとしたおかずもまたできて、そしてここでベロシティの調整ができるんです。こうやってですね、一番左ですね、通常で言えばピッチベンドですね、これで強さが変わりますので、こうやってこういうふうに弾けるわけです。そしてなおかつこの低音と高音域がこのように幅を設定できましてですね、ちょっともう高い音で弾きたいときはこうやってちょっとレンジを上げておくとですね、そしたらで、コードをもちろんよく知ってる人はですね、こうやってでもいけるし、日本だったらマイナーになったりするんですよね。バリエーションとしましては、もうこんないろいろありましてですね、
他は、まあもちろん倍速とかもできるんでね。もう伴奏にはバッチリですね。で、音源としても使えるので、まあ音源モードとして鳴らすこともできますし、また、ここでですね、まあ5つのピアノがあるんですね。今柔らかい音になってますが、通常のコンサートピアノ、こんな音です。どちらかというと、下に行く方がパンチがあるというか、こういう風になりまして、あとはここにフィニッシャーがあるんですね。いろんなエフェクトを選択できたりしてかけれるんですが、楽しいですね。ピアノがあまり弾けない僕には、指一本ですからね。ブレイクして静かにするときはこのドレミぐらいにすればいいんですね。はい、まだまだね、いろんなパターンがありますよ。ちょっとスイングさせたりすることもここでできますのでね。スイングはこれですね。そしてここでですね、まあ録音もだからもう指一本モードで簡単にやればいいわけですね。メトロノームを入れてですね、そしてここをレコーディングモードにして、そしてレコーディングします。例えばここは3連が入りましたね。こう、これあんまり良くないですね。あとはそうですね、まだ今30分ほど前から触っただけですのでわからないというか、でももう一応これ以上のこともなく、これ以下でもないという、そういうソフトでした。これは使えるかなぁと、僕のように鍵盤が苦手な人間には、もってこいのちょっとした伴奏ソフトと言えるんではないでしょうか。